まあもちろん大きい、東京オリンピックという大会ありますし、まあ、そこに出てしっかり、活躍するということも、目標ですし、まあ、チームで、昨年タイトルも取れなかったのでタイトルを取りに行くというところも、はい、まあ暑いですけど、まあ、ACL とかでも、アジアの気候というのはやってますし、まあ、全然慣れてるので大丈夫だと思います。まあ、もちろん、優勝を目指してチームとしてやってますし、まあ、アジアで戦えなければ世界では戦えないと思うので、まあ、そこでしっかり結果を残すということと、その中で、自分のプレーをアピールしていければいいかなと思います。まあ左利きのセンターバックという特徴を生かしたビルドアップだったり、あと空中戦の強さというところは、攻守において見てほしいなと思います。まあオリンピック前最後の公式戦と言ってたように、まあ、本当に時間は短いですし、まあ、その中でしっかりこうチームの勝利に貢献できるような、アピールをができればいいかなと、はい、思います。2017年かなんかのアジア大会の決勝でも、やってますし、そこは、個々のレベルも非常に高くて、身体能力もある相手なので、まあ、守備陣としてはしっかりゼロに抑えて、戦うことと、まあ、初戦なんでしっかり、一丸となっていい入りができればいいかなと思います。